下田市で大規模な災害を想定した救護所の設置運営訓練が行われ、地元の中学生が参加しました。救護所の設置運営訓練は下田市や加茂医師会、消防などが行い、下田中学校の2年生およそ150人が参加しました。中学生は重症度を見極めるトリアージについて地元の医師から教わりました。また避難所に仕切りを作り、グラウンドに穴を掘って仮設トイレを設置するなどしました。一人じゃ何もできない状態だから、これからいろんなことを学んでいった方がいいと思いました。実際の災害が起こった時には、年齢に関わらずいろいろ助けていただけなければやっていけないということはありますので、中学生にも大変期待しています。生徒たちは本番さながらの訓練に真剣に参加し、いざという時に動けるように心構えをしていました。